4級洞窟とその他の洞窟。洞窟で発見された2つの巻物。クムラン洞窟はイスラエルのヨルダン川西岸地区の視界付近のクムランにある自然及び人工の洞窟群。20世紀中頃にユダヤ教の聖書の古写本断片である視界文書が発見された場所である。クムランは視界の西岸の乾燥地帯にある。クムランは イスラエルの西岸地区のエリコから行動90号線を出て、視界の西岸をエンゲディとマサダ要塞を経て遠く、エーラートへ行く途中の完全な乾燥地帯にある。亀に入った状態で発見された巻物も多かった。クムランの石灰岩の洞窟は何千年もの間使われてきた。最初の使用痕跡は同期時代で、それからアラブ時代まで使われた。また人口の洞窟は ドロカイドの高台をくりぬいて作られている。1946年から1947年にかけて、ベドウィンの少年が迷子になった動物を探していた、途中に偶然ある洞窟に入り、古い巻物を発見したので村に持ち帰った。少年はまた洞窟へ行って、さらに持ち帰り、1947年4月に聖マルコ修道院のマーサムエルに、 見聞の上で購入してもらった。こうして、司会文書の発見の短所が開かれた。洞窟の場所は、初めは明かされなかったが、1949年2月15日から3月5日に、かけてロランド・ボーとジェラルド・ハーディングの共同調査が一体の洞窟で行われた。イザヤ書館物、SN 派が残したものと言われる。ありがとうございます。